はいどうも、ということでマックス鈴木なんですけれども、本日はですね高田馬場に来ております。で、高田馬場といえばこちらですね、表裏高田馬場店。はい、本日こちらですね、なんと、表裏がね11月11日1ヶ月並んでる日が、周年の日なんですけれども、その日から始まる新メニューが3品あるということで、本日はそちらを紹介していきたいと思います。でですね、こちらなんと料金がもう決まっておりまして、通常ですと800円なんですけれども、新発売を記念して11月11日の新登場の日から11月いっぱいはなんと500円で食べれるということなので、皆様ぜひそちらもお楽しみにしててください。どんなメニューが出るのか分かりませんが、おそらくまあラーメンだと思うので楽しみたいと思います。それでは本日は表裏よりスタートです。なんかちょっと流暢に喋ってみました。喋れてましたかね。グルメ、はい、ということで1杯目が届きました。こちらが、からしび炭玉麺ということですね。なんかね、茹でてる麺見たんですけど、かなり細めでした。今までの表裏 のタピオカ入りの麺とはだいぶ違った感じ。一応あの拙者でもちょっとお見せしたいと思います。おー、わ、なんかお肉が乗ってて、この炭々のこのラー油の感じと卵、そしてこの白濁したスープにこの細麺って感じ。もういけないいけない。いただきます。いただきます。プースからいきましょうか。これはね、あれですね、あのちょっと待って、なんかね、3つのラーメンが1つになったみたいな味がする。 あのとりあえず言えることは、口当たりがすごいまろやかでマイルドです。うま、あのね、あれっすわ、担々麺に辛さ控えめの担々麺で、こう山椒がねふわっと効いた感じに、あの乳担々麺って分かりますかね、あの卵とじのラーメンみたいな、あれが加わった感じっていうか、だからよりマイルドになってます。全体的にめちゃめちゃうまい。かなり食べやすいと思います、これ。この卵とじと担々麺の融合って、これかなりうまいですね。うん、うまいうまい。あ、これご飯がねついてる意味分かった。多分僕はね、終わった後にご飯ぶち込んでいきたいと思います。表裏じゃないですね僕の知ってる表裏では100%ないけど、めちゃめちゃうまいです。なんだろうな、でもね、重くはないんですよ、決して。あのスープ自体がだから、なんかこうちょっともたれるなみたいな感じも多分ないです。これでも食べ応えしっかりある。大食いの決勝だったら記録伸びそうだな視点がやっぱずれてるんです。ごめんなさい、人とちょっと。うん、これも僕お箸使わないで、これこうやっていっちゃおう。ごめんなさい、ちょっとこんな感じで来てます。あ、結構ご飯盛り多いですね。でもこれで800円食べれるってめっちゃ良くないですか。しかもだって発売からこの末日まで、11月の末日までは500円ですよ。タンタマおじやができた。こんな感じっす、タンタマおじや。ほらすごいでしょ、色味が独特でしょ。まあこれはもう価値が確定してる感じするけど、僕ね、ちょっと味変楽しんでいいですか。もちろん美味しいんですけど、この胡椒ちょいの、これ多分お酢合うと思う。これ僕ちょっと辛いの入れようかな。ちょっとだけパンチ効かせよう。多分これ絶対だと思うんですよ。あ、
もう、はい、もう勝ちました。いいですね、これかなりお腹いっぱいになりそう。美味しいスープ余すことなく最後まで、ほら、なんかバランスもいいっすよね、これ。マジで超うまいっす。おお、すげえ。はい、ドンドン。はい、こちらが本日2品目の商品となります、チー油と焦がしニンニク香る表裏ブラック。こんな感じでございます。見た感じまた細めですね。じゃーん、こんな感じ。スープはこんな感じで、麺はこんな感じですね。あ、もう焦がしニンニクの香り結構すごいっす。湯気から来るこの感じ。あー、大好きですねもう大好きですね。はい、大好き。もうさっきとまた全然違う。こっちはこちらパンチが効いてる豚骨ラーメンで、この黒いこのニンニクのこのあれ、焦がしニンニクのこれがもうね、もう絶大なるね、香りとうまみを誇ってます。あ、これうめえな、うめえな。優しめに行きたいときはさっきの担々麺で、ちょっとパンチ系が欲しいときはこの表裏ブラックだと思います。あ、うめ、あのめちゃめちゃうまいです。しかも味玉乗ってるんだ、海苔と、海苔玉なんですね。うん、あ、うめ。ちょ、これ後半に取っとこう、うん、やっぱり僕はこれ中に入れたい、最後に。マジで今までどんどん、今までの表裏と違いすぎる。違う店に来てるみたい、本当に。もうドボンっすね、僕はこれもドボンします。うまいな、これマジで。このニンニクのこの黒いやつ、焦がしニンニク、すっげーっすよこれ。香りだけじゃなくてね、うまみもすげー。やっぱこのチー油と、あ、今食べちゃった。ちょっとお南さんにまたお見せします。こんな感じっす。で、ちなみに食べかけてごめんなさい。あ、これ卵崩しながら食べるとマジ神入る。これ始まっちゃったら表裏に来て券売機の前でマジ悩む時間が増える。うまいなぁ。え、すいません、これってあれですか、子供ラーメン対象ですか。子供ラーメン何でもいいです。そっか、何でもいいんだ。お子様、小学生以下のお子様はあの子供ラーメン依然継続中ですので、これも含まれます。ただ子供がそれは、なるほど、確かに担々麺の方がまだあれかもしれないですね。そうそうそう、確かに。皆様、子供ラーメンぜひ食べに来てください。お子様だけでもいいですし、あの親御さんでも、あの教えの方でもな、全然大丈夫なんで、ガンガン食べちゃってください。これ余談ですけど、兄貴からこの前 LINE 来て、高政、あの1人1キロ以上食べてくれたぞみんな、みたいな、めちゃめちゃあのテンションの、兄貴からテンションの上がった LINE が来てですね、僕もすごい幸せな気持ちになりました。はい、高田馬場で待ってます。これお腹減った子供いたら、とりあえず表裏来てください。もうない、うますぎ。はい、3品目がですね、オイスター香る、オイスターソース香る台湾屋台焼きそば
オイスター、オイスターソース、まあそんな感じです。こちら全部かき混ぜた方がいいということなので、はい、もう早速こんな感じでいきたいと思います。おお、おお、すごい。ラーメンかと思ってたらまさかの焼きそばが来るという。しかもフライパンで炒めてるなと思ったんですが、まさかのこんな感じでいいのかな。こんな感じ。いただきます。あ、うまい。あ、甘めな感じですね。美味しさこそすごい香ってます。ひき肉がまたいいですね。それでね、味は割とね、強め。うん。これは。ご飯が進む系やつは多分ね、これもお酢とか合うと思います。お酢好きなんで、ちょっとこの細麺の焼きそばっていいですね。全然醤油じゃないですね。めちゃめちゃうまい。これお酢超おすすめします。マジうまい。入れちゃえ。焼きそばで食べるご飯、本当もうやばいぐらい好きなんですけど、本当もうたまらん。これかなり黄身がマイルドにしてくれてる印象ですね。あ、うまかった。新メニューごちそうさまめちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。皆様、11月11日、表裏の周年の日に、こちらが新発売ということで、11月いっぱいまではなんと800円のところ、通常800円のところ500円での割引販売ということなので、ね、ぜひこの機会にですね、お試ししてみてはいかがでしょうかという、本日は表裏よりお送りいただきました。でね、普通の動画だったらこれ終わりじゃないですか。まあ、僕の動画なんで、アイキすみません、表裏のなんかラーメンお願いしてもいいですか。お願いします。表裏の。本当ですか。ありがとうございます。そんな感じでまだまだ続きよ。うまかった、マジで。ありがとうございます。やっぱりあれなんですね、おかず系。もうちょっと下だけど、もうちょっと下。どうですか。え、どうしても準備できてない。はっきり言っていいですか、はい、俺、大食い界の最強激辛王ですよ。僕、激辛もいけるってとこ見せちゃっていいですか。え、このあれですか。はい、全然。え、この担々麺220万しか戦闘力ないですか。俺600万ありますけどね。やっぱ兄貴が意外に大人の対応してる。お待たせしました。ありがとうございます。いいビジュアルでしょ。あ、見えない、ちょっと見えない。もうちょっと。そうそうそう、ちょっともうアップします。これがこの激辛チャレンジの謎のラーメンです。うん、ちょっと赤黒い感があるな。じゃあちょっとタイム押してもらっていいですか。3、2、1、ドンで合わせるんで、僕もお願いします。3、2、1。よいしょよいしょ。スターティン。僕クラスになると余裕がありますから、まずね、まずこうですよ。こういうところから入りますから、こんな感じ。とろみと色合いはこんな感じで、具はこんな感じね。いきます。
やばいやばい、これ絶対やばい、これいただきます。ほんとごめんなさい、マジこれ無理。もう水飲む。あれに入らなかった、覚醒されなかった。これで面白い。600万どけた。600の間違いでした。謝って。私は激辛全く強くございません。本当に申し訳ございません。あとね、せっかく作っていただいたものをね、大変なり本当に申し訳ございませんでした。はい、というわけでやってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。まずですね、ちょっとメインとは外れるんですけれども、あの激辛チャレンジ大変に大量に残してしまい大変申し訳ございませんでした。この場をこうやって深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。せっかく作っていただいたものに対してすいませんでした。でですね、新メニューなんですけれども、どれも本当に美味しかったです。なんか今までの表裏っていう感じとは全く違うんですよ。だし、なんか作り手さんの方も、まあ、兄貴とかお話を聞くと、なんかそういうのを目指してるらしいです。なので今までの表裏とは全く違った表裏が見れると思うので、もし気になった方はこの11月11日の周年からですね、11月の、晦日まで月末までは、通常800円のところを500円で販売するとのことなので、はい、ぜひ試してみてください。パンチが、欲しい方はブラック、そうじゃない方は担々麺、あとちょっと変わり種というか、まあ、汁なし系だったら焼きそばかなっていう感じなんですけども、どれもご飯がつくんでね、結構実はお腹いっぱいになれるっていう感じなんですよ。で、この激辛チャレンジを失敗した後に食べてるのが、まあ、僕がリクエストしたやつをいっぱいいただいております。まあ、味噌デラックスになんか唐揚げトッピングだったのかな、まあ、兄貴の気持ちも多分入ってると思うんですけれど、いろいろ、あ、これも結構ね、そんなに量食べてるって感じじゃなかったんだけど、結構お腹膨れてますね。で、まあ僕自体が結構高田馬場に行ったのが久々で、結構いろんな話させてもらいました。実はね、仙台のホットドッグの大会の時に兄貴がシークレットゲストというか、びっくりゲストで、ドッキリゲストで来てくれてて、いろいろなんかこう、めったに兄貴が遠出することないんで、いろいろ話させてもらったんですけど、やっぱりね、兄貴はね、やっぱいろんなこと考えてます。やっぱ特に、子供、お子さん、世の中のお子様というか、まあ、自分にできることから始めようっていうスタイルで、なんかお子様に対してのことをすごくやられてました。なので、まあ、以前ね、子供ラーメン継続中なんですけれども、もし近くに行ったさやとか、お近くのお子様ですとか、小学6年生以下のお子様は無料でね、好きなだけメニューにある、ラーメン、チャーハンですとか、ご飯、何でも食べれるので、ぜひ行ってみてください。はい。ここに兄貴の思いが詰まってますので、じゃあ資金はどこから出てるのっていうと、まあ、子供ラーメンの募金の箱があるんですけども、その募金箱を出張編ということで、この兄貴が仙台まで来てね、こう優勝した人にこれどうですかみたいな感じのやつをやってたんですよ。で、やっぱ根底にやっぱ優しさがあるっていうのがすごい兄貴なので、はい、これを通じてね、なんか、うん、僕なりになんかもうちょっとこの子供ラーメンをアピールできればいいなと思っております。
あとはね、その仙台に行ったっていうのも、そのまあ渡るさんという僕がお世話になっている方がいらっしゃって、まああのホットドッグバトルの主催者でもあり、12月のクリスマスの方に女川でもね、違った感じのバトルを繰り広げる予定の、まあ中心人物、核となる人物が渡るさんという方がいらっしゃるんですけども、その方ももともと僕がその兄貴が始めた子供ラーメン、僕やらせてくださいっていうのを、言わせてもらって、動画出しさせて、公開してっていう、それを見て、それが引っかかって、僕に連絡してもらって、いろいろつながりがあってっていう感じなんで、まあ、トータル本当に表裏高田馬場店の兄貴、ないし、ゆうたさんとか、まあ、スタッフさんにはもう本当にもう、すべてが始まってるというか、なので、でもまだこれは始まりに過ぎなくてですね、今、高田馬場表裏がやってる子供ラーメンというのはこの店舗だけなんですけれども、まあ、仙台で、まあ、渡るさんがやってる老子製麺っていうね、東北大学今立ちましたけど、新しい新校舎というか、そこでもやってますし、って感じなんで、いろいろ、はい、今後発信していきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。これ水飲みすぎかな。フードバイクをシャドみたいな。